大丈夫ですよ、もうカード死ねば使えますよ、死ねば石切で殺してもらった方がいいかもしれないです。あ、確かに間に合う。そういえばね、本当に今日バタバタしててね、あれなんですけども、金切符を何人か取った人がいるみたいで、一番驚いたのはやっぱりノブさんですね。ノブさん、ノブさん金切符取りましたって言われたから、え、マジでどのエリアと思ったら、なんでそんなとこにいんのっていうね、逆に昨日までいたよねみたいな。そう、まあなんか旅行がてらとかそういうあれですけども、さあ素晴らしいですね、頑張ってもらいたいです。さあ B 番なかったな、お、ティーンティーン。では B 番内、投げさんとメイマスさん行きましょう。ちょっとマイクテストで交換2つ目やります。ああテスト、こっちの方がいいね。はい、風神から、風神。さあ最近ツイッターでは様子見という選択肢をそろそろ理解したかもしれないという10年選手がゼクス時代からやってきて、そろそろ様子見という意味をあーダメだった、ちょっと様子見しすぎましたね今。プレッシャープレッシャーですよ。さあうまい、ここはしっかり当てていく。さあここはゼクス時代からこうね、アンジュを使い続けた高さんのおーうまい、位置を入れ替えて、これすごい痛いダメージですよ。中央に落として、さあどうする、ガーフを選択、無理です、立ち合い、立ちピー、ポーン。さすが、いやそこ様子見してなかったけどね、コンボ。さあ立ちピーから、うまい、ハイサル封じ見てますね。風神でバックステップを捉える。ミリアのバックステップ、なんか割と言うの忘れてたんですけど、今回弱くなってるんですよね。めっちゃ弱くなってるらしいです。めっちゃ弱いっていうか、前までが強すぎたんですけど、ザッパー無修正なんでね、結構熱いところではありますが。さあ、しばらく引っ掛けて、ここがマイビー。今度は逆にバックステップかかっていく。ジャンプ2ハイスラ、ハリウッド、マイハイスラ、落として。ここはシークレットガーデンから金エース2ハイスラ、ジャンハイジャンハイ、ジャンプ2ハイスラから落として、よいしょ、下段が見えない、金エース2ハイスラ、ジャンハイジャンハイ、13も金キップだった、忘れた。そして中段崩して、全部置き攻め通しました。なかなかそれではねどこかな、アインカイ対するチャップさんのチップで、このグループしばらくお休みかも。負けトーナメント組はそっちに上がってくるんで、これなんか思い出の対戦履歴とかスパホみたいにやったら、この大会前に呼ばれるのを見計らって乱入して、あ、今試合なんで帰りますとか言って、こう一撃でこう速攻殺した後に思い出の対戦履歴聞いて、やべーとかね勝っちゃったよ見てよみたいな。はい、行きましょう、アインカイ対するチャップチップ横浜勢対決。金エースに入ったら、これはちょっとね、テイクアルファからちょっと痛いルートだったんで、早めに。おお、確かに持続が非常に長いですね、この技。そしてアルファブレード、エース拾いは失敗、下に待ち構えるが PPK、ベータブレード見えないが、31がうまい具合に落ちていく。タッチピータイク、発生が早い、そしてダッシュも早いので発生前に殴る感じですね。ジャンハイから元老見えてる、そして元老の後無理しないことですね。あの後なんか空中投げたくされちゃうんでね、うまい具合に、おお、かっこいい、見えないかもしれませんけど、空中バックダッシュ、ジャンプ入ったら、そして投げていく、ペシ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 、まだ死なない、 KK から 2K、 下段で崩していく。こういう時消えるのちょっとかわいそうですね、何やってるかわからない、まあ大体わかるんですけど。アルファから拾って、空中足が出ないが、お粗処理券、うわー、なんで2段ジャンプしてしまったんだ、拾って、はい、おい、はい、画面中央、どっち、3ハイスラ、持続重ねて投げる、これは痛いですよ。よいしょ、よいしょ、コパン拾いから、さあ、B 番内が入ったのは投げさんです。では、B 番内、岸井さんのディズイと、タカさん
あ、ごめんなさい、嘘です。タカさんのアンジュと K さんのソルです。ごめんなさい。K さんのソルとタカ、あ、またの試合してた。あ、そうです。まあ、悩みど、え、いい、一試合ぐらいいいですよ。あ、もう、ダメだよね。やまろ、あ、もう、どうしようもないです。それ、ヨハナさん、そのカード出してでも、画面、まあ、ここら辺、ここら辺はね、うまいところ、2回目呼ばれたらもう、ノーカードでってことにしましょうね。K さん、K さん、後ろにいます。高さん、後ろです、後ろ。PSS、ベイパー、ストラスト、青キャンで拾って、1、2の3。はい。まあ、ギルティーズで初めてはしょうがないですね、カードに関してはね。まあ、うまい具合にこう、慣れていきましょう。さあ、確かにそれはうまい具合に当てて勝ったな、何回もう急いで勝ってましたね、確かになんかさっきまで押されていたと思ったら。さあ、それでは2回戦の方入っていきますね。A 番台、テレサジャム対するはニコ・ロボ、お願いいたします。あと1試合取ったら枠取り直します。この試合がラストで、枠はなんかね、音が違うんだよ。テスト、あ、いい感じかもしれない。あ、オッケー。あ、初狩りのテレサちゃんだ。こっちだな、こっち、オッケー。A1 台ニコさんのロボ対するはテレサジャム。さあ2K 置いて激輪が踏みつけていく。前ハイポンから立ち上げ2ハイゴンから画面端あっさなぎ溜めて戻ってくる。激輪で潰してはいはい強化龍神画面端 TS2 ハイしたら前ハイしたら追加。そして先ほど使った龍神をもう一度溜めて前ハイしたら追加。そして龍神激輪拾い直しから剣道剣道登っていって一本選手は初狩りのテレサちゃん。さあ、B 番台勝ったのはタカさんのアンチということで、チャップさんのチップとヤブクリフ B 番台でお願いします。負けトーナメント0回戦 第4試合。さあ SS 超人さあ口出し。さあ勝利これは打ち勝っていくがタッチピーから走る。しかし足払いが速い。浅野木ためて 2K ダウンを奪う。うわー吹っ飛ばしていった S はい龍神激輪拾い直して剣道剣道勝ったのは初狩りのテレサちゃん。じゃあ次は聞きます。あ、ニコ生ちょっと重いみたいですね。少しお待ちください。まあ、これでダメだったら、ちょいと、ツイッチの方行きますかね。に。ダメですね、重いんでツイッチ行きましょう。しょうがないんで。では次の試合を呼び出しておきましょう。
はい、ごめんなさい。ちょっと、ディコ生めちゃめちゃ重いので、ツイッチに移行いたしました。すみません。誰だ？俺だ！じゃない。オートロジョニーに対するは、あ、終わったこれ。マリタの脱ぎ立てプラグスーツコキスレイヤーです。A 番台。で、B 番台では、ヒロさんのアンチと、ユウキの刃、ジャム。A 番台、じゃあね、B 番台お願いします。はい、スイッチに移行したそうですが、ツイッターとかでなんか始まりましたみたいなの書いてあるのかな、あったらリツイートしとこう。ニコ生重いのでこっちで、とりあえずツイッチの方に移動してますが、まあそれは置いといて実況をします。アダムキラプラサールさんと、難しい漢字を12個並べたスレイヤーですね。読み方とか特にないそうです。ジャンペースでジョジョブレを潰す。バーソー蹴りしてマイケ当たるが補正切り狙いに行く。位置を切り替える。マッパ直下してダストになってしまった。足払いかな。ジャンピー空対空ワンコンボダウンを奪って100パールの警戒。しかしバックスに当たってしまい5番ビッグバンパージャンパイで拾い直して前傾確認していたが繋がらず少し遅かった。アバースト足払いリバインで逃げる。そして FBD ステも持続の長い技でしっかり勝って一本選手は、オートロジョニー。そういえば今日はマガトロさんいませんね。ジャンペース前ステ足元無敵を使っていく。ジャンペースどうする FBD ステ。しかしリターンを取っているのはジョニー側。霧をかけてリバーを禁 S 暴れ潰しかな。 2S 出ていたが潰せずワンコンボディバインダウンを奪う。ファイルやめない。立ち蹴り拾い直してバーストを警戒しつつ画面端吸血体力を回復させる。ジャンペースキンバ当たらない。そして前蹴アッパー足払いかな。立ち合いだった。シャガパンタッチパン当たらない。ジャンプ蹴しかしまだワンチャンあるか。なかった。画面端出れなかった。さあ1-1最終ラウンド前線に対してしっかり反応して投げ返す。パッパジャンパイパイル打っている。そしてバーストも当たらないで。これはかなりジョニー側のペース。コインコインつけてミストワイの当たらずディバーを。さあキルは消えてしまった。サハイマイパン足払いに対して差し込みレベル2下段ワンコンボまだ死なない。ジャンパイしかし入れ込んでいたのでエリアル行けず前パン対空カウンター遠線が2段当てするがまだ生きてる。ハイサーディーセ中央に戻って FBD ステ吸血体力を回復させる。シャミハイもガードワンコンボ遠線がまだ死なない。さあどうするマッパ FBD ステ前パン最後はジョジョブレー吸血しようとしたが勝っているのはオートロ側。勝ったのは、オートロジョニーです。で、B 番台は勝ったのはどっち？ヒロさん。はい、ヒロさんが勝ち。じゃあ影響呼び出しまでやりましょう。影響体が、初音ミクちゃんの生体呼吸ファーストと FAB さんのポジョムキン、まあ、B さんですね。 B さんと FAB さんで B 強体は、キッシーさんとタカさんはやった？まだやってない。岸さん、じゃあ B 番台で、お願いします。 A 番台では、初音ミクと FAB ですね。はい、あ、 B 筐体は初めて大丈夫ですよ。 B 筐体です。はい、呼びました。ちょっと待っててください。配信を確認しますので。
まあ大会中はカードを使わない安定ですね、やっぱり FAB スタイル呼ばれちゃうからね。今ニコニコに移動中なんで少々お待ちください。 FAB さんはヴァンパイアリザレクションやるんですか？あ、そうですか。ビクトル、押田ビクトル見たいですよみんな。まあいいや、それは。はい、A 番で誰呼んだんでしたっけ？ B さん、あ、FAB さんと B さん、え、 B さん何黄昏れてるんですか？え、 B さんですよね。よしよし、あのニコ生が重すぎてあのエラー入ったんでちょっとだけツイッチの方に移行いたしました。すごいな、皆さんなんか大好きな組み合わせですよね、これ。中の人も仲いいし、まあ、対戦感してるのを見ると仲いいかどうか分かんないぐらい、なんかポチョムキンは辛そうなんですけどね。さあ行きましょうか。FAB ポチョムキンに対するは B さん、 B さんじゃねえや、初音ミクシャの生体呼吸。さあ刺して、ここはバースト、ハンディで降ってくる。さあ乗っていく。さあ円安、ここは引っ掛けていく。 DK が足が長い。さあピョーンと飛んで、さあ乗る乗る、爆弾があるので爆弾が爆発するタイミングでしっかり降りていきます。さあデコミン出してる間に鉄アレが襲い来る。うまいジャンピで押し返す、ジャンプハイスラー、ここはかけて、さあここはチビファーストナイスアシスト、しかし置き攻め通してしまう。体力回復して直下からタッチピー、強気に打ち勝っていった。そして置き攻めは表ガシーン前ハイスラー、うまい、すごいレバガチャしてますね。しっかりこうレバガチャしていくのは重要だと思います。っていうか B さん、あのそういえば研究部取ってたんです、おめでとうございます。今日は忙しすぎてみんなにかけるコメントとかをね考えてたんですけどね、いつも今日はちょっと考えられず、ちょっと思い出したかのようにいろいろ言いますが、すいません。 B 番内勝ったのは岸井さんのディズニーとなります。高井さん次誰か教えてください。さあたくさんも投げて走るが見ていた、捉えてニアイスラー、ここがデコピンでだったらかっこよかったんですけど間に合わなかったか。投げさんと花山薫さんのポチョムキン B 番内でお願いいたします。なんかすごいな、ジャンプアイスラー追い返していく。花山薫さん降りれますか？まあ来たら B 番内で試合お願いします。さあしばらくよ、刺してここはメッテを引いていく、うわすげえの出たけど、たくさん乗る、これはメテオが降ってくる。ホワイトデーだからです。助け、ここはディレイですね、すごいディレイかけて3連発、はい。試合中、じゃあ次呼ぶか。じゃあチャップさんとクマさん行きましょう、 B 番台先に、ごめんなさいね。イエス、助け、ここは PPP 返して返してゲージがたくさんあるんでちょっと怖い読み合いが発生しておりますが、さあしっかり耐え切っている、前に出る、ニエス足場へジャンプキャンセルのかかる技でね、あ対応してきますが、ここがチビファーストのナイス降臨、しかしスライドヘッド前ハイからタッチ系食らってしまって、勝ったのは FB ポチョムキンです。35